いや、持ちすぎた。聞き苦しい声ですまない。顎が痛いんだ。いや、そもそもここは顎なのか。耳の下の関節部分みたいなとこ。数日前、寝る準備を終えて、さあ寝ようって時にふとあくびをしたんだ。そしたらそこの関節に激痛走ってさ、ごめんまた。説明しづらい痛さが走ってさ、寝れなくなっちゃったんだよ。虫歯かって思ったんだけど、ちょっと違う感じがしたから、気になって急いで調べてみたんだ。そしたら、顎関節症の症状がヒットしたって感じ。口を大きく開くとここが痛くてさ、すごく声を出しづらいんだ。私はそこまで症状ひどくないと思うんだけど、症状が重い人は日常生活にも支障をきたすらしいね。そんな痛いのを放っておくと、鬱になる可能性もあるらしい。鬱って思ったけど、今ならわかるよ。これは鬱にもなるさ。もう気を抜くと痛くてさ、街歩いてようがご飯食べてようがいつでも痛いわけさ。でも何より病んじゃうのがね、あくびをするとき。最初もそうだったんだけど、あくびしようとすると毎回コパンでキャンセルされてる感じ。気持ちよくないんだよ、あくびが。これが毎日ってなると本当にやみそうって思ったね。まあでも私はこうやって10日にできるくらいだからね、しばらくは自然治癒を目指すよ。もし治らなかったら、その時は引退かもね。嫌だな。病院行くか。歯を食いしばったりしてるとなりやすいみたいだから、みんなも顎関節症には気をつけてくれ。これなったら本当につらいよ。それじゃあまた。